マックノーシリーズ10牽引トラックは第二次世界大戦期にアメリカ合衆国で開発、運用された大型の6輪駆動の牽引用トラックである。ノーは開発したマックトラックスの車内での開発コード形式名である。マック7.5トントラックなどの呼び方をされることもある。アメリカ軍での正式名称はトラック712トン 6X6 プライムムーバーである。 マックノーシリーズ銃剣イントラックは第二次世界大戦期のアメリカ軍で M1、M2 ロングトム 155mm カノン砲のような重火砲を牽引する目的で開発された銃剣イントラックである。開発はマックトラックス社で1940年から行われ、1942年になって最初の試作車のナンバーワンが完成し、240mm 榴弾砲を 牽引する評価試験が行われた。ナンバーワンは5種類の牽引型トラックの最初の試作モデルで、キャブ部分はハードトップ型であった。紹介量された初期量産型のノーマイナスにはソフトトップキャブ型で、ウィンチはフロントバンパーの内側に装備されていた。ノーマイナスには1943年に403両が生産された。続くノーマイナス3と、 ノーマイナス六はノーマイナス二とほぼ同じ仕様の牽引型トラックで九百四十三年から九百四十四年にかけて1九9七両が生産された。最終量産型のノーマイナス七は九百四十四年から九百四十五年にかけて五百五十両が生産された。これらの車両のいくらかは第二次世界大戦後イギリス軍、フランス軍、 ベルギー軍、オランダ軍に供与された。ノーマイナス4とノーマイナス5は10レッカー車型で、荷台にクレーンを装備していた。これらの車両は、それぞれ1両ずつ試作されたが、その後量産には至っていない。なお、アメリカ陸軍武器化の補給品カタログにおいて、用いられる命名法システムでは、本社は G532 として参照される。 マックの重系イントラック基準リングマウントが装備されている。ありがとうございます。